夜のお食事が参りました、はい、これはオムレツでしょうか。煮物の酢の物でしょうかね。牡蠣作り、茶碗蒸し、美味しそう。これからお食事を炊き物に行きます。さらにこの坂道を左に渡ります。40年も前に一度伺ってますが、大江戸温泉物語に乗り乗りしてキリシが馬鹿げたようです。建物も全く記憶がないな。外に着くと思います。Thank you.